この度文化祭を無事開くことができました、さて私たち3年生は一度も浪江にある本校に通わずサテライト校という厳しい、状況の中これまで学習に励んできました、こうした中で他の高校は普通に文化祭を開けますがサテライトになるとなかなかそういう文化祭を開くことはできませんでした、しかしたくさんの方々の協力もあり、この素晴らしい聖浪祭を開くことができています。今はサテライトとして全校生39名ですけど、自分たちの将来に向かって日々精進しています。この文化祭を開けることに感謝し、先生方にも感謝し、地域の方々にも感謝し、残りの学校生活を過ごしていきたいと思っています。思い出そう浪江、楽しいお祭りもあるよというテーマで、まずふるさと紹介コーナーがあります。ちょっと趣向を凝らしたボーリングですので、ぜひ。俺たち浪江高校生はほとんどが浜の曹操地区の生徒になっています。俺たちは浪江のことを一生忘れない、一生忘れることはできないと思います。いつか浪江町に帰れることを信じて、今は別なこの元宮という別な地ですが日々頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。私もとも浪江高校は、震災後、24年の4月からこの元宮高校のテニスコートの一部をお借りして、そこの仮設校舎でサテライトということでやっております。3年に1度の聖浪祭をこの元宮高校のサテライト校でやることになりました。この聖浪祭はそういった甲子園に対する感謝の気持ちを超えまして、生徒が活動している姿を皆さんにご覧いただいて、私たちから御礼の気持ちとそれから元気をですね、皆さんにお届けできればということで